皆さんこんにちは。はい、今日は6月の4日、6月4日でございますね。6月ジューンブライドってやつでしょうかね。ということで、今日も楽しくいきたいと思います。今日晴れてよかったなと思います。昨日だったら私来れなかったかもと思いながらね。では行きましょう。上を向いて歩こう。でもなんかもうあれですよ、夕立じゃないですね、スコールっていう感覚なので、ちょっと気をつけた方がいいかなと思いますが、まだ梅雨は入ってないんですよね、関東は。もう多分来週、今週来週には入るんじゃないかなと思いますが、今日も梅雨の曲、今日からですね、一応季節的には、夏ということにさせていただいているので、夏の曲、それから梅雨の曲、まあ、初夏の曲を中心に歌っていこうかなと思っております。まずは合唱曲のドジョッコ船っ子復習曲からいきたいと思いますので、ドジョッコ船っ子の楽譜をお出しいただければと思います。忘れちゃった人はあげますので言ってくださいね。あ、そうだね。じゃあイントロを3、はい。夏になれば、わらしを泳ぎ、ドジョッコ船っ子。
ます。さあ、すっかり梅雨でございますね。てるてる坊主、中山新平の曲でございますが、もともと曲自体は確か大正のにはあったのかな。なので、ちょうどもう100年以上経っている曲だと思いますが、私ちょっと文献とか本とかネットで調べると、このてるてる坊主というか、まあ、こう、吊るすっていうのは日本古来のものだそうですね。大体こう、中国とか向こうから渡ってきた風習が多いんですけど、これはなんか日本古来のものらしくって、すごく古い時代からあったそうです。でも怖いよね。3番見て。ちゃんと来てる。ね、それでも曇って泣いてたら、雨が降ったら、そんなの首をちょっと切るぞっていうね。残酷といえば残酷よね。ということで、可愛らしい童謡ですが、よくよく聞くと怖いという、そんな曲からいきましょう。テイル、テイル、ダン、ダン。3番までいきますよ。1、2の3。していたなんじゃないかななんて思ったりもしますが、てるてる坊主という童謡でございました。ではもう一曲、雨の曲をいきたいと思います。雨という、書家でございます。詩を作ったのは北原白秋でございますね。大正8年なので本当に100年以上前の曲ですが、どうでしょうかね。なんか子供の頃の、ね、雨、なんか雨が降ってるから今日外で遊べないなっていう、なんとなくちょっとこのアンニュイな雰囲気というのがとても伝わる、私は名曲だななんて思ってますが、雨という書家を言ってみたいと思います。ダンダン。3番まで1、2、3。
手らしい詩、今日北原握手の詩が実は 3,4 曲あるので多いんですけど、じゃあ滑舌の意味でちょっと歌詞を皆さんで3番まで読んでみましょう。3、はい。雨が降ります、雨が降る、遊びに行きたし、傘はなし、ベニオの格好も尾が切れた、はい。雨が降ります、雨が降る、はい。嫌でもお家で遊びましょう、はい。潮が見りましょう、叶います。3番。雨が降ります、雨が降る、はい。ケンケン、コキヒが今泣いた、はい。コキヒも寒かろ、寂しかろ、はい、ありがとうございます。私はど田舎なのでね、まだちっちゃい頃はキジはいましたよ。渋谷さん、あなたは都会育ちなので見たことございます。野生のキジを見たことないでしょうけど、私は見てますからね。そうです、そうです。さあ、じゃあちょっと雨の曲ってどうしても悲しい曲とか実は暗い曲多いので、ちょっと明るい今日のような天気の曲をね、一曲いこうかなと思いますが、はい、ということで、雨と続いて次は花織娘を言ってみたいと思いますが、どなたが歌ってたか覚えてますか？誰だったっけ？あ、そうそう、今誰か出てきたね。岡っぱるですね。岡春夫さんでございます。岡春夫さんの昭和21年なので戦後すぐのヒット曲なんですね。私もここでも歌ったブギウギというリズムになります。ブギウギというのはジャズのリズムの一つなんで、ちょうどね、ジャズ、アメリカから音楽が入ってくる時代に、日本の、ね、歌謡曲と結びついて、こういうちょっとおしゃれなというか、ね、ノリがあるブギウギというリズムが生まれたんですけども、東京の花織娘、おかっぱるの曲、昭和21年。それではダチャンダチャンダーン、だいぶ現代曲になりますが、
知らない。はい、せっかく6月はまあジューンブライド、ヨーロッパではね、ジューンブライドということで、まあ、結婚式のシーズンでもありますので、結婚式でよく歌われる曲というのはいくつかありますよね。例えば、瀬戸の花嫁だったり、例えば、この曲もその中の一つで、テントウムシのサンバという、ね、結婚式でよく歌われていたので、チェリッシュというグループが、これ、何だっけ、夫婦だったっけ、だったかなが歌ってる曲なんですけど、まあ可愛らしい曲なので、あの知らない人もあら可愛いわねと聞いていただければいいかなと思います。それでは知ってるかな、もう人も多いかな。それでは結構言葉が早いのでちょっとゆっくりめに行くよ。結婚式の定番ソングということで、せっかくこの時期なのでテントウムシのサンバという曲をね一緒に歌ってみました。みんな歌ってくれましたね。ありがとうございます。今何分？4。もう一個行こう。じゃあさあ次はですね、今日は日本の曲が多かったのでちょっと海外の曲を一曲行こうかなと思います。ポーランド民謡から。これだと大盛りやしか思うんだけど、違う？確かにそうですね。大盛りやし。ああ、パッチョ。そうです。はい。知ってるかな？森へ行きましょう。大盛りやじゃないよ。ノリの CM になっちゃうからね。ご本にも載ってます、262ページに載ってますので、もしメロディーをちょっと最後までちょっとハテナっていう人は本262ページを見ていただければいいと思いますが、知ってる人はあのランララランランララランランララランってみんななんとなく知ってるよね、聞いたことあるよね。はい。さあ、ポーランド民謡ですね。ちなみに皆さん、ポーランドは行ったことある人、お、半分、お、3分の1くらいいますね。うちの母も言って、実はヨーロッパで私一番好きってお母さんも言ってましたね。まあ、東ヨーロッパってやつですか。治安はあまり良くない、要するにスリとか結構多い町なんですけど、要するにあんまり進んでない分昔のままなんですけど、昔の中世とかあの雰囲気のまま残っているので、とても素敵だという、まあ、ワルシャワとかポーランドだとね、すごく素敵だと言ってましたが、ポーランドという国は実は森の国と言われてます。要するに緑豊かなんですね。森の国ということでこんな曲が生まれたと聞いておりますが、それではポーランド民謡から森へ行きましょう。1、2、3、1、2、3。
お出しいただけますか。じゃあいきなりいっちゃおうかなと思います。頭ね、じゃあ頭なって人にいとろう。じゃあみんなでいくよ。とても素晴らしかったと思います。では続けてもう一曲合唱いきましょう。ウェルナー の野中のバラ、野バラですね。でもさっき持ってたと思うので、去年やってるので、野中のバラ。はい、野中のバラですね。ウェルナーバージョンです。バラにはバラに、野中のバラ。はい、忘れちゃった人、もしこない人は言ってください。これはもう実は3年目になりますので、もう皆さん大丈夫だなと思ってますが、でも実は合唱の中でも難しいレベルのものなので、ちょっとね頑張っていきたいなと思いますが、まずはじゃあどうしようかな。いけそうなので一緒に私も歌うので、いきなりいっちゃいましょうか。
では、頭の歌、音。わあ、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。わらべばみたり、の中のわら、ひよらに咲ける、その色めでつ、すごい。ということで、あ、ソプラノもすごく綺麗にできてたので、では3番までいきたいと思いますが、ちょっと立っていきたいと思いますので、立てる方だけで構いませんので、3段を立ってみてください。はい、ありがとうございます。座ったままでももちろん構いませんのでね。その代わり、楽譜はちょっと上目に持って、下を向かないように、お顔ちょっと隠れちゃってもいいので、ちょっとお顔上の方に持っていって、お顔を前に向ける、声を前に出すようなイメージでいきましょう。いいですね。もし余裕がある人は、自分の声じゃなくて隣の人の声、もしくは自分とは違うメロディーの声も聞きながら歌えるといいですが、そこまで余裕がない人は自分の声だけに集中していただければと思っておりますが、そんな感じでいきたいと思います。じゃあ適当にイントロも間違っちゃってもいいけど、思いっきり行きましょう。3番まで。ワン、ツー、はい。私の方を見て歌う人が増えてきた。今まではもう
こうやって歌ってる人が異常に多かったんですけど、だんだんチラッチラッって私の方を見るようになってきてる、多分余裕があるんですね。素晴らしいよね。いけるいける、オカルトロー吉田さん。はい、ありがとうございます。でも素晴らしい合唱でしたね。あの次回まで6月の2回目まで今のこの4曲やっていこうと思ってますので、忘れずに楽譜はお持ちください。それでは10分休憩して後半戦に行きたいと思いますので、ちょっと喉と体を休めてください。それでは休憩です。はい、それでは皆さん、後半戦コラス2時、6月1回目の後半戦を行きたいなと思います。次の曲ですね、この道という曲でございます。これも白秋ですね。実は北原白秋の作詞、山田耕作作曲でございます。白秋が北海道の札幌に旅行した思い出を書いてますので、2番にね、ほら白い時計台だよと出てくるのはね、札幌の時計台のことでございますが、名曲ですね。本当にいい曲だなと私は思いますし、札幌はねよく行っていた、仕事でも行っていたので、あの北海道はちょうど6月が一番こうラベンダー畑なんていうの、あのパッチワークみたいに綺麗なこのね、お花畑が広がってとても綺麗な、そんな想像しながら歌っていただければなと思います。それではこの道、大正時代はもう本当にヒットメーカーだったんですけど、
白秋の詩で、私はねこのピッピチピチチャプチャプランランランというこの何とも言えないこの言葉の使い方というのが本当に雨を表していて素敵だななんて、大正14年の童謡から、いきましょうか。タッタッタッタ、銀座とかよく行かれたんじゃないかなと思いますが、和歌を書かせていただきましたが上手上手、わかるでしょ銀座4丁目ね、和歌をね、はい、ということで、で2番にはね、神田のニコライ堂とか出てきますけどもね、それでは古賀メロディ、藤山一郎の大ヒット曲から東京ラブソディって言います、タッ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 タン、ファッションばっかりだったりもするので、昔の銀座とはちょっと変わってはしまったんですけど、まあね、
銀座というところ、いい好きですか。東京ラブソティという曲でございました。もう今日可愛い曲、一曲いきましょうかね。どういう曲赤いおべべべべって言いましたけど、今って言わないね。多分若い子わかんないよね。わかるかな。わかんないよね、多分ね。わかる、わかんないよね、多分。そうね。まあ、でも私もまで言ってたから、わかるけど、かわいいよね。ねでめきんさんとかいろんな企業書かせてもらいましたが。さあ、それではちょっとかわいいらしい短い曲ですが、2番まで行ってみましょう。タン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 。サンタン。たたりでできたあまりに金魚。おめめを覚ませばごちそうするぞ。隅っこを使ってね、ピッピッピッって取るんだけど、下手な人いるじゃない、すぐ破る人。すんごい得意で、ね、一撃で破れます。一撃で破れます。そうなんだよ。だから金魚すくいは好きですけど、なかなか今やる機会もないんですが、可愛らしい、もう100年以上前の大正の童謡、この時代の私童謡唱歌とても好きなんですけど、今はあまり多分子供たち、赤ちゃんとかもね、子供たちもお母さんも知らないので、もしかしたら歌われなくなってしまったような曲なのかもしれませんが、歌い続けていきたいですね。金魚の昼寝という曲。さあ、今もね、日本の曲多かったので、次はじゃあちょっと、海外の曲を一曲いきたいなと思います。いいね、ちょっと、もしかしたら今日の海外さあ、この曲いきます。はい、夢地よりという曲ですね。確かご本にも載ってたような、ご本にも載ってます。338ページに載っているので、もしメロディーを忘れちゃった人は、ご本を338ページを見ていただければいいと思います。アメリカの作曲家でフォスターという方が作った曲ですね。実は作ったのはもう150年ぐらい前、もう要するに日本でいうと江戸時代末期ぐらいに作られている曲で、とてもとてもとても古い曲なんですね。フォスターという人は38歳という若さで実は亡くなっております。で、亡くなる1週間前にこの曲を書いたと言われていますので、もしかしたら自分の死を分かっていたんじゃないかと言われるぐらいな曲です。英語のタイトルが Beautiful Dreamer っていうタイトルなんですけど、夢地よりという曲、とっても私も好きな曲。それでは1864年フォスターの作曲の夢地より。Thank you.
曲なので英語で歌ってもいいかなと、いつかね英語で歌ってもいいかなと思いますが、いい曲だよね。とてもなんか雰囲気のある曲で、150年ほど百数十年前の、ね、曲ですね。アメリカのポスター、イメージよりビューティフルドリーマーという曲でございました。さあ、合唱しましょうか。はい、それでは合唱に行きたいと思いますので、楽譜のバラが咲いたという楽譜をお出しください。それではメインの人と一緒に行きたいと思いますが、いつも言うように頭の8小節を繰り返してもう1回たった一つに戻りますので、間違えないように行ってみましょう。ではイントロ適当にお願いします。上を向いてね、キュキュキュは歌詞見なくても歌えるよね。ポコポンとか歌えるので、それでは3番まで行きたいと思います。可愛らしく行きましょう。はい、上手に太鼓を叩く。
はい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 、これもいい感じですね。かわいいですね。はい、ドイツビーヨ。え、さあ、やドイツビーヨの山の音楽家でした。これも来月、じゃ今月の次回までやりますので、譜面をお持ちいただければと思いますね。でも結構皆さん上手に歌えてるので、これはいい感じだななんて思っております。今まだ時間あるかな、もう1曲ぐらいいけるかな、どれいく、すごい曲しかないんだけど。じゃあちょっと時間があるので、花嫁か別れのブルースじゃないですか。どうしようかな。あ、でも最後いく、いりません、ピンキーじゃないと、うん、じゃあちょっと新しめな曲を。もしかしたら知らない方もいると思いますが、確か先月合唱でもやったのでね。忘れられないな、忘れられない、あの人が好きよ、あの人が好き、歌ったのは素晴らしいですね、皆さん。瀬戸さんはキョトーンとされてますけども、そうです、ピンキーとキラーズが歌ってましたね。もちろん去年は楽譜はハモリハモってくれても全然構わないんですが、まあ全然普通に歌ってみましょうか。ではピンキーとキラーズから恋の季節。泉拓作曲の結構名曲なんですけども、恋の季節でした。ありがとうございます。実はね、いろんな曲があってね、すごい曲もある。今日やってないけどね、リクエストがあってね、知ってる？顔も見たくないほどあなたが現れるなんて、
とてもラララララララ、ひろたみゆこさんでしたっけ。なんか今思い出したね、ひろたみゆこさんいたよね。うん、こんな曲も実はリクエストだったので、歌唱あの歌声にして歌いたいと思いますのでね、ここではちょっと歌えないけど歌わないはい、では最後の曲いこうか。じゃあ夕焼け小焼けいきましょうか。上を見ていただき、夕焼けしょ、今日最後の曲になってしまいました。今日もとっても楽しい時間でございました。最後の曲、夕焼け小焼けで終わりましょう。天気温差がすごくあったり、雨が降ったり晴れたりと、周りでもちょっと風っぽかったり、あとエアコンが急に強くなるので喉が痛くなる人が周りで多いんですね。なので体調管理お気をつけいただきつつ、皆さんに笑顔でまた会えるのを楽しみにしております。今日もありがとうございました。気をつけてお帰りください。